桜坂46の藤吉花凛が8月9日公開の映画、新米記者トロッコ私がやらねば誰がやるにて、映画初出演にして初主演を務めることが決定した。桜坂46藤吉花凛主演、新米記者トロッコ私がやらねば誰がやる、本作は、日本大学芸術学部映画学科に在籍中の原案の宮川翔太郎が授業の課題で制作した一つの企画書からスタート。彼が高校3年生の時に着想したのは当時悪質タックル問題が世間を賑わせていた頃。母校の不祥事を目の当たりにし、子供が大人に対抗するヒヤヒヤ感や何かを成し遂げようとする熱量を詰め込んだその企画書が原案となり、プロデューサーたちの心を動かし、気鋭のキャストスタッフを迎えて制作され、劇場公開を迎えることとなった。高校の新聞部を舞台に、部員たちが社会の端っこから大人たちの闇を暴く、正義、や、善悪、を考えさせる痛快な社会派エンターテインメントが誕生した。藤吉花凛、高石あかり、熊田凛桑原出演主人公の私立桜庭学園高校新聞部、新米記者、トロッコ、ことところゆい役を藤吉が演じる。昨年リリースしたシングル、スタートオーバーで表題曲のセンターを務め、あざとくて何が悪いの、の、あざと連ドラ、22、テレビ朝日、第5弾、第6弾、アオハライド、24、ワウワウ、NHK 夜ドラ、作りたい女と食べたい女、シーズン2、24、NHK、などに出演し女優としても注目を集めている藤吉は、本作が映画初出演にして初主演となる。トロッコを振り回す破天荒な新聞部部長、笹根役には高石あかり、こうは正式には、はしごだか。さらに、学園の花形、文芸部部長の西園寺麻里役には熊田凛花。新聞部の副部長、恩田春奈には中井とも、次世代を担う新生が集結し、青春の葛藤と躍動をみずみずしく演じている。メガホンを取ったのは長編デビュー作、桃色空を、12、で高い評価を受け、殺さない彼と死なない彼女、19、恋は光、22、など特に若者の心情と情景を繊細かつ大胆に書くことに定評のある小林圭一。脚本は、辻浦蓮母、22、や、さよならエリュマントス、23、などが話題の大野大輔が務める。高校の新聞部を舞台にして、誰しもが人生で経験するであろう、学校、という社会の縮図の中の、端っこ、で奮闘する、新米記者少女の視点を中心に社会で生きる私たちに、善悪、や、正義、とは何かを問いかける、痛快な、社会派、青春エンターテインメント。さらに、本情報の解禁と合わせて新聞の号外風チラシを作成し、数量限定にて配布をしている。藤吉花凛、所有役コメントをお話をいただいたとき、本当にありがたく同時にワクワクした気持ちでした。はじめましての方々と出会い、一つのものを作っていけるんだと思うと、嬉しく好奇心に溢れていました。初主演を務めさせていただけたこと嬉しく思っています。不安な気持ちもありましたが、寄り添ってご指導いただき、乗り越えることができました。皆様に感謝の気持ちです。真実に目を向け、まっすぐに突き進む姿は頼もしく特有の輝きがあり、この気持ちを何歳になっても忘れてはいけないんだと、教えてくれました。ところゆいちゃんに感謝の気持ちです。愛される作品となりますように、祈っています。高石あかり、杉原かさね役コメント出演が決まり小林圭一監督とキャストの皆さんのお名前を聞いた際は、素敵な作品になる予感にとてもワクワクしました。私が演じさせていただいた杉原かさねという役は、赤い炎のような女の子です。主人公を引っ張り振り回していく、情熱的で猪突猛進型、何にもとらわれず探求心のためなら何だってやるような女の子。まっすぐすぎるゆえ敵も多いですが、そんなところも愛おしいと思えるキャラクターです。大胆に、喜怒哀楽 100% で挑みました。登場人物全員が魅力的で、一人一人を応援したくなる作品です。ぜひ劇場でご覧ください。